ではまずはビフォーの状態について。はい、重めのマッシュベースのショートスタイルですね。色は暗い感じですね。暗めのブラウン系ですね。暗めの、まあ、6トーンぐらいのブラウンですね。ではそこからカットをどのようにされるか。はい、ちょうどベースのラインが重めだったので、全部の毛先のラインをぼかして軽さを出して、で中間から毛先もう少しこうパーマかけた後にこう動きが出るようにこうなびかせて、こうあの、ま、間引いた感じでカットしてます。間引くカットっていうのは何カット？スライドカットとかですね。はい、あとチョップカットも混ぜて。あれはとかは結構短くはされてないですか？長さを変えずにちょっとラインをぼかす感じ。はい、使ったロットのサイズだったりとか、はい、どこをどう巻いたか分けます。はい、フェイスラインとか顔周りは毛先にあのちょっとハーフカールつくように、ちょっと細めのあのデジパーのロットなんですけど、毛先だけのニュアンス出したいところは細めでいって、あと中間から出したいところはちょっとやや太めのロットで中間から巻いていく感じですね。デジパーのパーマのメリットとか、うん、それを使うことに決めた理由というのは、髪質的にこうしっかりカール出したいなと思ったんで、デジタルの方がしっかりあの形状がつきやすい髪質だなと思ったので、デジタルをチョイスさせていただいて、ハンドドライでこうでワックスつけて終わりっていうぐらいの感じにしたかったんで、自分でスタイリングするときにとてもやりやすいってことね。そのスタイリングの方法、乾かし方からスタイリングでつけるので教えてください。しっかりタオルドライした後に湿った状態、中間から毛先の毛先にこうワックスとオイルを混ぜたような感じのつけ方をしてもらって、そして自然乾燥みたいな感じですね。自然乾燥、はい、今回のパーマスタイルで叶えられる女性像とか狙ったイメージっていうのはどういうところでしょうか？ちょっとそうですね、あんまり甘々にならない、ちょっとクールな印象の中にちょっと甘さが入ったような感じのイメージで、大体的にはこうちょっとかっこいいパーマスタイルっていう雰囲気を出したかったなっていうのがありました。かっこいいパーマスタイルというのは、オンさんの中でどういうパーマスタイルですか？今回やっぱりこう、頭の形がやっぱりエニマル味が出るようなカットラインにその立体感を出して、結構雑なスタイルというちょっと雑の中になんかしっかり丁寧に作られてるっていう感じの方がちょっとかっこよさとかは演出できるかなっていうのがあるんで、今回のスタイルをおすすめしたい女性ってどんなタイプですか？そうですね、やっぱりこうショートスタイルでもなんかパーマを怖がってる人とかも結構多いと思うんで、そういう人には思い切ってパーマをかけていただきたいなと思います。ありがとうございます。